た。知らなかった。うちの学校にこんな場所があったなんて。もう、ずるいわ、二人とも。二人だけでこんなところ。俺の特等席だ。感謝しろよな。のけものってわけじゃないならいいわ。今度からはいつでも三人でここに来られるんだもの。
か、エロイナ。この時期の民間的宿泊施設は利用客が多く、その秘匿性は王室が頼りにはいささか心もとないと言わざるを得ません。つまりね、あのね今日は絶対絶対この寮にお泊まりすべきなの。飛行場を開けてもらえないことはなかったんですが、お部屋入ってもいい？ようこそ。それからというもの、姫様
食べるんじゃございませんことよ。あなたも見えてますわよ、さっきから豆腐の陰でお肉ばっかり食べてるところ。私はただ綺麗に並べようと。
鍋にコンビーフは無理か。集中しろ、エロイナ・ディッカバレロイスタ。私はソルティレージュ最年少の騎士の英名を授かりし、祖国の認めた勇者なのだ。故に失態は許されぬ。我が神明に徒して。いざ、尋常に。だけどゲームには勝てませんな。11。こういうのって性格出るからな。12。ソーマくんダウト。全然そんな感じなかったよ。くあーくそ、ここ乗り切れば勝てたのに。この反応はダウトだったのですね。
んだかんだ運のゲームだよね。4のダブル。戦略性もなくはないですわよ。パス。誰がダブルを出せる、誰が出せないなども考えるに。逆に最後の方までペアカードを温存してみんな出せなくなったところ無双って手もあるけどな。パス。温存したがゆえに出し切れず1位に間に合わないということもありますがね。7のダブル。みんないろいろ考えてるのね。2のダブル。さっきからずっとシルビーが大富豪だもんな。お姉様は駆け引きも記憶力も強いですけど、やっぱり運がずば抜けてますわ。シルビー、流れたからシルビーからだよ。お、あ、はいはい。じゃあ9のトリプル。当たり前に出してくるのがクソ強いんよね。パス。パスですわ。今回もお姉様が一番ですわね。都落ちルールありでここまで独壇場ってのもすげえよな。クイーンのトリプル。12のトリプルは強いですね。パスです。厳しいからって防戦一方は趣味じゃない。シルビー、出せるのか出さねえのか。出せるんかい。6人の大富豪で2を2枚、エースを3枚持ってるって。2以上のトリプルはもうないので流れですね。シルビー様、どうぞ。シルビー残り2枚だし、これで決まりだね。
シルビー様？あ、はいはい。コーチ確定だね。珍しい、計算間違えた？完全に電池切れてるから仕方ない。ほら起きろシルビー、ベッド行くぞ。僕もあやふやですね。ほら姫様、今日はもう寝ましょう。やだ、今日は大晦日よ。日本の大晦日なのよ。除夜の鐘を聞いておこたでみかんとお蕎麦を食べながらカウントダウンしなくちゃ。玉に墨でなんか書いたら法律違反だぞ。ほらもう寝た方がいいって。やだやだ、ソーマくんと年越し、ソーマくんと年越しするの。
人目があります。体をかくのはおやめください。キサキ殿、写真に残すな。消しなさい。暴れられるよりこのままおとなしくすれば10分以内にぐっすりです。その後ベッドに運んだ方が早い。あ、ハッピーニューイヤー。うん、ハッピーニューイヤー。しましょうか。私の部屋に3人でもどうにかなりますけれど。
か私もカミニャの部屋行こうかな。4人で雑魚寝。
二人で雑魚寝しようぜ。これ以上の夜更かしはできないでしょうし、先輩。先輩。ございます。先輩、明けましておめでとうございます。そうですね、ここは先輩の夢の中です。現実の私は今実家で寝てます。やっぱり楽ですね。お母さんが何でもしてくれるから、ずっとおことから出られなくなっちゃいます。実はさっきも紅白見ながらうとうととお母さんに起こされましたけど。大丈夫ですよ、おばあちゃんが竹を直してくれた斑点がすっごく温かいですから。もうじき先輩は目を覚ますからだと思います。朝の6時、いつもラジオ体操する時間ですよ。さあ今日も元気にラジオ体操ですよ先輩。夢の中とはいえ
新年一発目、元気よく行きましょう。いいじゃないですか、気持ちいいですよ。お正月の朝から心も体もファイヤーです。そうだ先輩、あとこれを受け取ってください。これも焼いておきました。そしてこれが最後の一つ。富士山。から待ってろ。あらゲロ、あなたも起きたんですの。生活スタイルには口出しせぬようにしていましたが、健康的な昼夜サイクルなんですね。
おはよう、ミナ。エル、オーラまで。詳しくは存じませんが、例年に習えば1月初旬はだいたい6時半前後。もうすぐですね。いや、もういいよシルビー。こんなもん後で YouTube で見るよ。
でもない。さあ、この後は初詣よ。年末の醍醐味はやり尽くせたけれど、お正月の醍醐味はもっとたくさんあるんだから。正月といえばいろいろあるけど、やっぱお餅。でもまずそのお餅がないよね。